にちは、こんばんは。中尾のハッピー結婚しようチャンネルです。今日は埼玉県本庄市児玉町にあります花輪保喜一記念館さんにお邪魔してます。生をもらい、名前を花輪保喜一と改めます。34歳の時に人々のためになり、そして後の世に残ることをしようと群衆類従の編纂を決意しました。修言者で国学者でもある常勝院という人物が保喜一を訪ねてきました。彼は保喜一に神道かなについては盛んであるが、歴史や律令を学ぶ人たちは少なく、学ぶところもない。あなたが幕府に願い出て学校を作ってはどうかと言いました。保喜一は寛政5年和学講談所の設立を幕府に願い出ました。するとすぐに許可が出て、その年のうちに建物が完成しました。完成7年1795年には和学講談所は幕府直轄の学校となり、運営は保喜一に任されました。立派な建物だったんですね。あ、そうですね。和学講談所模型って書いてありますわ。
昔ね、新しくなる記念館の前に一度いたことがあったんですが、新しくなって初めて記念館にお邪魔しました。すごい立派な記念館だ、できたんですね。